3時30分を過ぎました。ランプでないと。このコーナーはスオーランプの提供でお送りします。さて、毎回素敵なゲストの方をお迎えしていろんなお話を伺っているコーナーです。今回まあ久しぶり、ご無沙汰、ちょっとご無沙汰でしたね。光市からお越しいただいています、ほのぼのマジックミスターマネーの山根浩二さんです。どうもこんにちは、よろしくお願いします。こんにちはですよ。どうもこんにちはです。でも、はい、スタジオにはご無沙汰なんですけれども、はい、私いろんなイベントのチラシポスターで見てます、はい、ポスターで見てるんですね。実際に見に来てないってことですよね。実際には行けてないんですけども。じゃあ今後どこかで、すいません、いろんなところで。ありがとうございます。いや、各地で本当にあれ、またあ、また山根さんだ、また山根さんだと思って、ね、はい、忙しいんじゃないですか。いや、あの、忘れられないようにしてるだけで。いやいやいや。ちょいちょいいろいろ載せといて、こう、もう忘れられないようにしてるっていう作戦なんですね。重要ですね。重要です、これは。本当に重要です。ほのぼのマジックっていうことで、はい、あのマジックを披露してくださってるんですよね、いろんなところで。そうですね、はい、でも最近はこうマジックだけでなくて、はい、ジャグリングやってみたりとか、バルーンモデリングっていうなんかいろいろキャラクターも作ってみたりとか、はい、あと宴会芸とか、もういろんなことやってますね。なんか初めに最初にご出演いただいた時よりもどんどん広がってますね。そうなんですね、なんかやりたいことをやってしまおうみたいな。へえ。だからもう今までこうマジックはもう散々やってきたじゃないですか。そうですね。そしたらなんかマジックじゃないのもちょっと目を向けてみるのもいいのかなと思って、はい、去年 の、 あの山口夢花博あたりからいろんな芸を取り込んで、また一つのショーを作り上げて、これが結構受けてますね。へえ。なんかこう言ってはなんですけれども、はい、山根さんのマジック自体もなんか本当ほんわかするような、はい、そうですね、こうすごい大道具がいるとかそんな感じよりも、はい、山根さんと手元を見ていて、でその、はい、なんかほっこりした雰囲気を、あ、そうなんですね、楽しむっていう印象が強かったです。そうですね、はい、あの白黒はっきりよりもなんかほんわかした感じの、もうなんか山口県のイメージがこういう感じかなっていうのがちょうどそういうところで、あのほのぼのマジックにしてるんですね。あ、そうだったんですね、はい、それはもう変わらずですか。変わらずですね。だからいつもこう看板にほのぼのマジックって書いてるのに、あのショーを外でやったりすると一回もマジックやってない時もあったりして、でツッコミが入るんですね。マジックやってないじゃんって言われて、いや、いつやる、うん、あのあれですね、あの全体的に見て多分マジックなんだろうねってなんかごまかしてるんですけどね。これがマジックです。そう、こういうことがマジックなんだよね。へえ。でもなんかご覧になった皆さんたちはみんな笑顔でしょうね、やっぱり。そうですね、はい、今あの人類笑顔化計画って言いまして壮大ですね、はい、なんかこういろんな人に見てもらって、そこに笑顔を作っていこうっていう計画をちょっとやってまして、お、まあ、これは今県内から県外へ、で県外も結構熊本県、大分県、福岡県、あと広島県ぐらいかな、あと宮崎県、ちょっと去年、いや今年かな、今年活動して行ってきまして。じゃあ九州はもうあと鹿児島のみという。鹿児島と佐賀ですね。佐賀もあるか、はい、そうですね、はい、ちょっと今月、来月行けるんですよね、ちょっとね。おお、じゃあ年内にはあと鹿児島を残すのみになったということですか。鹿児島も行く行くって言いながら、なかなかちょっと足が伸ばせないんですよね。あ、ちょっと遠いですもんね。ちょっと遠いんですよね。いくら新幹線がつながっても。いや、でも僕車で行っちゃうタイプなんで。そうなんですか、移動は。移動はだってほら、でっかいこう道具を乗せていくので、音響も乗せていくから、車で行かないと。そうですよね、はい、いくらなんでも単体でお一人でっていう。そうなんですね、ことには行きませんもんね。ちなみに今日はマジックは、今日はね、マジックはね、ないんですよ。ないです、ね、はい、ラジオですから。そうですね、私が楽しむだけになりますもんね。そうですね、前回それやった時に全く多分聞いてる人は何やってるか分かんないって多分思ったと思うんですね。残念なら、すごい楽しかったんですけど、はい、その分しっかり喋って帰ろうかなと思いまして。わかりました。そうして、山根さんの本当に活動はもう今やいろんなところに広がり、ね、ご自身の技も広がりっていうところですけれども、今回山根さんだけじゃなくて、なんか仲間たちの。そうですね、あの、はい、まあ、あの去年ぐらいからジャグリングを少しずつ始めていきまして、で今回あの山口ジャグリング女子部フロムヒアっていうところのですね、はい、公演、初公演ちょっとやることになりまして、はい、その中で練習会で持ち上がったこのイベントっていうか企画なんですけども、その時にまあたまたまそこにいたんで、たまたまいたんで、はい、マネさんも
やるよねってなんかもう上から目線で脅されて、はいみたいな感じで女子たちに、ね、女子たち強いですよ団体組むとなんかね本当女子会の中に一人ポツンとなんかおじさんがいるみたいな感じでしょ。なんかその圧迫感というか女子すげえなと思いながらもう返事ははいしか言えなかったんで。そうですね、はい、そういうことで。いやでもそもそも山口ジャグリング女子部っていうのがあるっていう初めてでしょ。そうなんですよ、 そうなんですよ。僕も知ったのがもうつい去年ぐらいなんで始めた頃ってことですね、はい、はいそうですそうです。でなんか最近、まあ、作ったのかもしれないですよね。その歴史的にはいつも男子と女子が合同でやってて、まあ、ちょっと女子だけでやりましょうかみたいな。ということは部員が増えたっていうことですよね。部員もそうですね、はい、人口も増えてまして、でもこの練習会はほら男性も一緒に合同で入ってもいいことになってますので、まあ、山口市でやってるので、はい、まあ、山口市に住まれてる近辺の方がまあ集まってやってるっていう感じでしょうね。え、今回じゃあ初公演ということ で山口ジャグリング女子部フロームヒアの皆さんの初公演は何名ぐらいで。あ、今ここに載ってるのが 1,2,3,4,5 女子5名ですね。はあ。出演者5名、そして、まあ、何でしょう、おまけで男性が3名全くジャンルが違うんですけどね。ジャグリング、ね、マジック、はい、盾っていうね、全然違いますね。全然違う。なんか逆に言うとバラエティで面白そうでしょ。確かに。あ、こういうことなんですよ。へえ。女子部の皆さんは皆さんジャグリングですよね。ジャグリングです。はい、それはもう間違いなくジャグリングです。はあ、それぞれ。え、大学生の方もいらっしゃるんですね。大学生の OG ですね。OG、はい、もう卒業生の方ですね。それと今回ちょっとスペシャルゲストさんっていうのが、はい、いまして、ええ、あの福岡の方からあの知社さんっていう方が来られます。へ、もうねこの方はですね本当世界8カ国で公演してるぐらいの実力の持ち主で、ええ、風船を使いながらストーリー性のあるなんかそういうショーをやる方なんですね。はあ。なんか今までこう僕なんかこう作って終わりっていう、で作って完成して終わりでなくて、はいはい、そこからストーリーがずっと流れていってで最後一つの物語で終わるっていう感じのバルーンショーをやる方で。へー、それをバルーンで表現していって、そうですね、はい、一つのマストーリーを完成させるっていうことなんですか。はい、ちょっと見ものかなと思いますね。めったに山口県では見れないんじゃないかなって思ってますね。へー、今まで見たことないですね。ないでしょう。僕も実はないんです楽しみですね。すごい楽しみにしてて、うわー、そういう方も福岡から、そういう方が、はい、来られるんで、まあ、その方はメインに見てもらってメインはフロムヒアの皆さん、ね、フロムヒアの方もメインですけどね、うん、ダブルでってことですね。そうですね、わかりました。日にちは、日にちは12月7日の土曜日ですね。はい、わかりました。会場がクリエイティブスペース赤レンガ山口市ですね。はい、山口市ですね。駐車場は県立図書館の駐車場とか近隣の有料駐車場を利用したらいいと、はい、いうことですが、この日は公演が2回。2回です。何時ですか。1回目が会場13時30分で公演が14時からですね。はい、うん、これが1回目お昼の部ですね。そして夕方の部が17時30分から会場しまして、公演が18時からとなっております。これは事前にやっぱりチケットを入手しておいた方が。そうですね、チケットを事前に入手っていう形になりますね。あ、まあ、多分当日券もあるとは思いますけども、まあ、今、まあ、ちょっと聞いた話によるともうお昼間の方はだいぶもう埋まってきてるっていうことで、夜の部の方が若干空いてます。あ、そうですか、はい、じゃあもう絶対見たいっていう方はもう前もって準備しておいた方がいいですよ ね、 すね、はい、チケットはどこで入手できますか。チケットはですね、僕のホームページからのリンクも貼ってあるんですけども、はい、直接電話でもお問い合わせできるようになってます。はい、はい、担当の方小林さんっていうすごく綺麗な女性の方です。あ、電話だとちょっとわからないですね。そうですよね、残念、はい、だから電話番号これ言っちゃってもいいんでしょうか。はい、大丈夫です、はい、じゃあ電話番号ちょっと言います。メモできる方は書いてみてください。 090-5691-5774 ですね。もう一度言います。そうですね、 090-5691-5774、小林さんというあの綺麗な女性の方が出ますので、よろしくお願いいたします。個人携帯の番号ですのでおかけ間違いのないようにお願いいたします。そしてホームページでもということですか。ホームページ、はい、あのキーワードであのほのぼのマジックであの入れてもらったら一発で来れますので、わかりました、はい、そこからリンクどっからでも貼ってますので、そこから申し込み窓口の方に飛びます。はい、そして入場料なんですけれども、前売りが大人の方は1200円、はい、1200円、非常に
この安いと思いますね。これはね、これだけのメンバー見れて1200円は安いですよ。そうですね、はい、そしてお子さんが600円、園児小学生中学生ですね。ですね、わかりました。当日はプラス100円ですので。そうですね、やっぱり前もって、前もっての方がお願いいたします、はい、ま、前もっての方があの僕たちがちょっとこうなんでしょう、気持ちに余裕ができるという、ね、そうですね、何人埋まったぞっていうのが分かると。確かに演者さんの方がですね、そうですね、なんか心の持ちようというか。そうなんですよね。あ、そうですね、わ、はい、かりやすい。それはしかし今回ミスターマネさん、山根さん自身も初めてご覧になる千田さんのステージもあるし、そうですね、でフロームヒアの女子部の皆さんの公演自体も初ということですので。初ですね。この女子部の皆さん何かおっしゃってますか？女子部の皆さんはもうとにかく頑張ろうって、はい、頑張ろうっていうことだけですね、今のところですね。まあ、一応通し練習とかまた来週もやりますので、はいはい、あのちゃんと赤レンガさん借りて、うん、あの通し練習やったりしますので。そうか、会場の雰囲気も使うんで。はい、そうですね。あとあの照明とかの合わせとかもありますので、はいはい、もう結構そう考えると本格的なショーになるのかなっていう気がしますね。そうですね、ちょっと僕もドキドキですよね。いや、そうでしょう。もうすっかりなんか見守る側の、まあ、だってステージは踏んでらっしゃるわけですから、数も随分公演とあの全然違うと思いますよね。あの普通の宴会芸とはね、はい、宴会芸とはね、宴会芸というかね、はい、そういうのとはまた違う形なので。あ、わかりました。じゃあぜひ皆さん12月7日ですので、事前にチケットを入手してお出かけいただきたいと思います。よろしくお願いします。あと宴会芸という話ありましたけど、宴会芸、はい、これから忘年会新年会のシーズンもあると思うんですが、はい、あの山根さんにマジックお願いしたいとか、ジャグリングお願いしたいとか、ゲームお願いしたいっていう時も、う、ね、はい、ホームページで大丈夫ですか？ホームページで大丈夫です。ほのぼのマジックで調べてもらったら、あの多分ブログかホームページどちらかに当たるので、そこからあのお問い合わせフォームの方でね、ぴょんと来てもらえると、まあ、緊急でもいいですよ。緊急でも大丈夫。空いてればですね。空いてればもう緊急でも飛び込んでいきますので。わかりました、はい。最後に山根さん、今後どんな風にご自身のマジックとかジャグリングが発展してたらいいなって。今後ですか、はい、考えていらっしゃいますか？今後ですね、とりあえず今僕大道芸っていうのを今山口県に流行ろう想定してまして、はい、でこの今大道芸を見ようと思う一般のお客さんたちが結構あの見たがりっていうかファンみたいになってる層が出来上がってきたので、はい、これを大事にしつつもっともっと増やしていって、もっとこう山口県に大道芸というものを浸透させていきたいなっていうのが一つの、まあ、目標ですね。はい、これをやるにはまた僕以外の大道芸人を県外から呼んできたり、来てまた盛り上げてもらったりで、そこに僕も携わっていって、ゆくゆくはなんか大道芸のこう何でしょう、フェスティバルみたいなのができればいいなと思ってます。わかりました。もう何と言っても人類笑顔化計画実行中ですから、そうですね、ぜひ皆さんご覧いただきたいと思います。はい、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。ちょっとお知らせをと思います。スオーランプからのお知らせです。ランプ展示会開催いたします。11月24日30日12月1日3日間午後2時から7時まで、周南市今住にありますレンタックススーパー歩く今宿店の向かい側です。こちらでランプ展示会を行うということですので、ぜひお出かけになってください。ランプでないと、このコーナーはスオーランプの提供でお送りしました。